黄熱ウイルス熱帯島カ黄熱は、熱帯島カなどの科によって媒介される、フラビウイルスかフラビウイルス属に属する、黄熱ウイルスを病原体とする感染症、ウイルス性出血熱の一つ、感染症法における4類感染症、黄熱病と同義、発熱を伴い、重症患者に横断が見られることから命名された、熱帯アフリカと中南米のフード病である、 国色嘔吐を起こすことから通称を黒吐き病という日常生活における人から人への直接感染はない。潜伏期間は3から6日で突然の発熱、頭痛、肺部痛、脱、悪心、嘔吐、下痢で発症する。発症後3から4日で症状が警戒し、そのまま回復することもある。しかし、重症例では数時間から2日後に再燃し、 出血熱を引き起こす。発熱、腎障害、鼻や子根からの出血、黒色痕と、血便を伴う下痢、子宮出血、黄断などが見られる。黄熱病の死亡率は三0から五十パーセントとされている。これは、エボラ出血熱に匹敵し、非常に危険な感染症である。アフリカ、アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガーナ、ガ,ナガボン、ガンビア、ギニア、 ギニアビサウ、ケニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シエラレオネ、スーダン、セネガル、赤道ギニア、中央アフリカ、チャド、東ゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マリ、南スーダン、リベリア、モーリタニア、アメリカ、アルゼンチン、エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、パナマ、フランス領ギアナ、ブラジル、 ペルー、ベネズエラ、ボリビア、トリニダード・トバゴ、パラグアイ、なお同じく間が媒介するデング熱とは異なり、アジアでの発生はほとんど見られない。大熱の予防接種証明書詳細は、大熱ワクチンを参照流行地域や流行可能地域は、出入国管理に際して国家機関発行による国際予防接種証明書が求められる。かつて、イエローカードの有効期間は、 接種10日後から10年間とされてきたが、世界保健機関は2016年7月11日より障害有効に延長することを勧告した。これに伴い、日本で発行される大熱予防接種証明書の有効期間も1回の接種で障害有効となった。なお2016年7月11日の時点ですでに有効期限が切れている。 イエローカードも有効として取り扱われる。日本ではイエローカードの発行権限の関係から検疫所、日本検疫衛生協会及び厚生労働省から指定を受けた医療機関でのみ予防接種を受けられる。日本で薬事承認を受けているワクチンは発育経難に接種して作られている。このため接種予定者が卵アレルギーであれば 予防接種を受けることができないが、代替処置として、近畿証明書が発行される。なお、イエローカードとは異なり、入国の際、近畿証明書を提示しても拒否を受ける場合がある。キューバで開業したイシカルロス・フィンレー画家による媒介と伝染を提唱し、アメリカ軍の軍医だったウォルター・リードが、パナマ運河建設に最初化の駆除を中心とした、貿易対策を行い効果を上げたことから、 フィンレーの可愛い解説の正しさが証明された。さらに、野口秀代によって、黄熱の研究が手掛けられるものの、その中途で感染し死亡。その後、南アフリカ出身のアメリカの微生物学者、マックス・タイラーが、黄熱ワクチンを開発。このワクチン開発の功績により、タイラーは、1951年に、ノーベル医学生理学賞を受賞した。ありがとうございます。